ランサム・イー・オールズは、オールズモビルを創立し、後、レオ自動車を設立し経営した、米国人の実業家、技術者、アメリカの自動車の天才と言われる。オールズと離れたところで、オールズモビルという名前は宣伝され続けていたが、アメリカ人は、ランサム・イー・オールズを、アメリカの自動車の天才と呼び、尊敬した。ランサム・イー・オールズは、 オールズモータービークルカンパニーを1897年ミシュガン州、ランシングに創立、四輪自動車の生産を開始、オールズモビルが誕生した。この年すでに4人乗りを作っていた。1899年にサミュエル・スミスにより会社が買収され、オールズガソリンエンジンワークスと合併し、オールズモーターワークスとなる。会社はデトロイトに移り、スミスが社長となり、 オールズは副社長兼事業部長となる。米国発の自動車専用工場がデトロイトに誕生する。1906年、レオ・ラナバウト1917年、レオ・スピードワゴンやなせ自動車株式会社による、レオ自動車の広告、1929年1901年に、オールズはダッシュボードが美しいカーブを描いている、カーブドダッシュオールズモビルの生産を始める。同年、 アセンブリーライン利用による初の大量生産を始める。2番目はランブラー、3番目はフォードが初期の A 型で行う。フォードは後にベルトコンベアを使用してこの工程の効率を上げ t 型を生産する。スミスとたびたび意見が違っていたオールズは1904年車を離れミシガン州ランシングに RE オールズモーターカーカ,ーカンパニーを設立するが、 オールズモーターワークスの卒業を恐れ、社名はすぐにレオモーターカンパニーと変更された。オールズはここで社長となり、自動車の開発生産を続けた。1925年に会長となる。レオ社は1936年まで自動車の生産を行っていたが、以降はトラックと一部バスの生産に切り替え1975年まで創業を続けた。レオ社は 公式な会社名を初期には、全文字を大文字で綴り REO と読んでいたが、後にレオと綴り、レオと読むようになった。日本ではレオ自動車として紹介された。ありがとうございます。